さて始まりました界隈。この番組は劇場や芝居小屋界隈をですね、福山俊郎、宮川咲、チャーハンラモンの3人が思いつくまま気の向くままにグダブラする情報探索バラエティ。さて早速行ってみましょうね。界隈の特別編みたいな感じです、はい、今日はね、はい、すっかり日も暮れて、はい、日も暮れと言いますね。本当は昼から撮影予定だったんですけどね、はい、大雨で、夜初めてじゃないですか。初めて、あ、夜初めて、ちょっと変なテンションですけどね、はい、ネオン街で、ね、ネオン街やし、なんかちょっとね、はい、なんだろう、こう、陰微な感じ。じゃあちょっと、まあ、とりあえず向かいましょうかとりあえず向かいましょうよ、はい、向かいましょう、先生方、はい、はい、とりあえず向かいましょう。でもまあ、ナンバっつったら、そら有名ですから、おもろな通りの名前がね、通りの名前、あれ通りの名前じゃない、通りの名前じゃなかったか、通りの名前なん、ここがおもろなあれっていう通りの名前だそうです、うん、実はあの、ここ通りのヒロミさんがヒロミ豪華ね、完全にもうね、そちらの感じじゃないですか。結構筋入ったらね。ね、もう楽しいワンダーランド。ワンダーランド。お、入り口が。はい、ここですね。こちらでございます。なんか、昔今日は改装とかされて綺麗なの見えるんですよね、これ。そういうとこあるんで、ここにあれがあったりとかいっぱいするらしい。で、あそこにほら、あの、煙突みたいなのが、はいはいはい、煙突あるんですけど、はい、あれ上に噴水みたいになってたんです。噴水の上みたいにこう丸いのがあって、はいはいはい、あったあった、おうおう、水がバーッと降ってるんだった。そうなの。それが、確か通ってた。はいはいはい。それが、あの、そこ水バーッと出したら、ここ通りあるじゃないですか、はいはい、そこがビシャビシャになる。2日ぐらいでやるらしい。2日ね。じゃあちょっと上上がってみます。上がりますか。あー、いいね。
しておりますね。雰囲気のあるお店ですよね。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれです。おしゃれです。でここで咲さんが、はい、この間ライブを出してもらって、はいはい、今度も12月にまたライブをするわけなんですよ。そうです、15日ですよ。15日、12月15日ですよ。先ほどからあんまりこう分かってらっしゃらない感じ、はい、あのね、数字がちょっと弱くて、海外頃何回目にして初めて発覚。記憶が鮮明じゃない。ぼちぼち、あなたよくそれであんなお芝居やってはりますね。ね、お芝居もここやってはるんで。そうそうそう、ここでね、舞台でやったり見たことある。ここでお芝居、あの一回、あ、僕も一回ありますわ。ここでやってはりましたね。そのライブにね、今回二人が見ていただいて、はい、歌っていただく。チャーハンはゲストボーカル。歌うぞ。メインボーカル。ゴジさんのあれで。ゴジさん、ゴジさんチームです。もちろんそうや。最近ゴジさんチーム。なんか弾き語りでやるとか言って。なんかギター買ったとか言っても。あ、ミニギター買った。けどミニギター買って、あの G と C を書き鳴らしてたんですよ。え、そっから？G、C 書き鳴らしてたら。一日で。でギター買うとこから。一日で詰め割れてもらって。キリン。いやー、もう今日も監督の竹信さんはダメっぷりが発揮してましたからね。なんかね、なんか今日も遅刻して、みんなは完全に寝てたと思ってましたね。今日はただの飲み会やと思ってました。みんなほら、それやもう。でも昼ぐらいに今日は3時か6時になりましたね。それはまあ、あ、終わるやったっ、ね、それはそれはいいんだよ。3時ぐらいのツイッターでさ、3時か6時になったら寝直して英気を養うつぶやきの後がないからさ、みんな寝てたと思うよね。それ単純に自分が寝たかっただけちゃう。俺も寝てたけど、あんた俺も寝たよ。だってもう開けてる時間やねんから。何してたの？よう起きてた。何起きてた？買い物行ったの。普通。おお、普通やん。もうさっきやん、買い物とか先頭行くの。なんでやねん。がっかりよ。なんでやねん。洗濯したりするやん。いろんなものをペチって生きてる。久しぶりに聞いた。ペチって。これママ聞いた。パクってじゃん。マジ。マジ。ペチってあるあの人みたいな。ペチってペチって。何の話してるの。いやゴミ。普通に。どんだけリラックスしてるんですか。普通に飲んでるやん。ちょっと大きい声で普通の会話してるだけじゃないですか。ごめんごめん。情報番組とかで。本当ですよね。え、どういう。いや、変えたらええんちゃう、あの冠を。そう、情報番組とか言わず。面白くないそうね。別に情報いらんよね。ブラブラ飲み会みたいな。うん、いいよね。もうなんかブラボせんでええんちゃうかぐらい。ブラボせんでいいの。いや、なんかこう。もうこのまま。ブラボせんで。毎回どっかのお店で飲むっていう。普通に飲み会や。なんなんそれ。いやでもほら、みんなの情報は何が得てんのそれ。いやいやいや、一応男子見立てやった。結構いっそうね、とか。それ、男子でも。お店の紹介しようよ。え、もう、じゃあ、サンはどう突っ込んでくる。男子は面白いじゃん。サンは、もう会話に寄ってきたらいいんちゃう。あの、飲んでる、あの、サンちゃんを、あの、ワイプで抜いとくとか。界隈来ましたよ、これ美味しそう。うわこれすごい。食べずに返しましょうか。いやいや食べようよ、食べようよ。すごいね、これもサラダじゃないよね。サラダじゃないでしょ。なんかこう、炒めたり煮たりしてるやつ。ね、原始人か。マリーしたいな。これもレモン風味ですね。わあ、野菜たっぷりの方がいい。わあ、これは。ナスとズッキーニとトマト。うわあ。感じございますね。はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。ナスいいですか。これズッキーニかな。あ、トマトですか。おいしい。
ただきます。まずあの砂糖を。うわ、これは。わあ。そこを火にかけて溶かすんです。鶏の味付けすごい好き。鶏。うわ。鶏の味付けすごい好き。うわ、これ。おいしい。うわ、絡む。絡むこれ。うわ、トマトもすごい。うわ、これ絶対ワインおいしい。まあまあ、適当な大きさ。うわー、これは美味しい。界隈。来た。マスターって呼ばれることがまず少ないですけどね。どうぞどうぞ。ほんまですか？どうぞどうぞ。ちょっと先やの横に。ね、もう撮影に向けてもっと痩せてくればよかったと思う。いや、何の気じゃないよ。いやいや、ちょっと今日メイクの何も悪かったんで。来てないですよ。来てないですよ。今回ね、12月にまたお世話になるということで、はい、よろしくお願いします。ゲストでこのお二人、はい、あれ、じゃあ、うん、あ、そうなんですか。今聞きましたけどね。あれ大丈夫これ。大丈夫ですか。大丈夫です。ほら、歌のお兄さんやってください。いやいや、歌のお兄さんここではちょっとできないです。踊りのお兄さん。踊りのお兄さん。踊るの。一番不得意なジャンルやと思う。どんな感じでやるか。また使われたら、何言われても対応できるのご自身強みですか。すごいですよね。ていうか、よくやってますよね、何かしら。何かしら、なんかお芝居やったり、ライブやったり。あ、一緒に一晩だけますよ。いや通常営業はやったらいいんですよね。いや、結構ね、これが、ね、通常営業、昨日もライブやったんですよ。昨日とかも普通に途中でお客さんの出入りはするわ。で、歌ってる横を通り抜けると、ね、あのお肉持ってるそれはもう OK にしてるんだ。いや、まあそのやってる方の人次第ですよね。いや、ちょっと気ぃ付けるみたいな。いや、たまに行ってるんですよ。もうカウンターも全部隠して、あの布張ってなんで、じゃあここでやるのいや、まあまあそれはいらないですまあまあそれはいらないですか。だからそういう人もいてはるし、逆にもういや、ただただ BGM に徹するからみんな好きにやってくれっていう人もいてますし、まあうち商品じゃないですからね。え、聞いた？ちょっと関係者。本当にいい小屋というか。え、そうなの？小屋じゃないですよ。じゃあもうやらせてくださいって聞いたやれば。ほんで、あのみんなにいっぱいずつ飲んでもらってねぐらいで。あ、バッグリンクだけはね。まあ、そのね、すごいやらしい話なんですけど、うち普通に平日だけ取ったらお客さん来えへんかもしれないじゃないですか。それはライブ、どんなしょうもないライブ、しょうもない時は失礼ですけど、まあまあまあ、ね、でもまあ2人3人はお客さんが来てくれはりますからね。それを先輩に聞いた。その3人分ありがたい話じゃないですか。飲んでるからその経験ね。しかもなんかそういう人がまた来るわけ、そういうの好きな人がね。次来週から俺にやるんやろうと思ってくれたらまた仕事どうも。そこでお客さん内でまた付き合いができたらまた一緒に来るかと思って。そういう感じになってますから。なんで楽しくないの？スペースレンタルという形ではしてないから。これは買えんやっていう形だけど。お店の出し物っていう感じ。ああ、そっか。普通に営業しとって。イベントしますで。今日はイベントでこんなんありますよっていう形でやってるんで。さっき歌ってる時に自分の CI しかおらんかったら嫌でしょ。やっぱいろんな人入ってきてほしい。そうそうそう、うち役者もね、お店のお客さんとかも来てくれはって。そうなんや。こやかしいだろうとして、多分それないんだ。そうでしょ。で、そうしてもらうと、こう、新たな出会いは生まれない。いいやつやな。未来に向いていいやつや。お芝居好きな人もたまにはライブ見てこう。こんな音楽も楽しいな。一回でなってくれたらまたね。はいはい、そうですね。界隈。今度新しいお店も。そうなんですよ。ね。近々に南に作ろうと思ってます。全くまた違うあの店の展開なんですね。だから。まあちょっと一棟の建物の1階と2階をお昼間も朝からモーニングやるカフェにして、で夕方からあのビール、生ビールと地ビール、専門に置くビール、まあカフェ&ビアという感じで、そうして地下スペースがありました。横の皆さんのおかげで、これやったら入ると思いますかとか、あれやろうと思います。
あの稽古場で稽古場稽古場で稽古場貸しでお前らなんでやったらうまいことやったら公演もできるんじゃないかなって小さいスペース的にスペース的にでマスター行ったり来たりじゃん。そうですね。それで今あのね、あの何か人数を雇ってでこっちで今こう研修をしてもらってるんで、でその情報に人がいてる状態で僕はきつそうな方にこう行ったりしようかなと。そのうちまたこっちに戻ってきて、こっち向こうはこうあんまり濃くない人を用意する。ああ今こうこう見渡してライトライトライトユーザーいんけどこっちはヘビーユーザーだけど。なるほどね。それが、お酒も大体マニアックな方が多いんですよ。なので、そう、向こうはビールが好きなの。で、ツイッターでこの間、あの生ビール飲むやつ何がいいっていう。来てました。で、結果、まあ、最初ばらけたんですけども、徐々にハートランドとエビスが多いもんね、増えてきたんで、なので、もうこれを両方とも言えることも。おお、ああ、じゃあ両方ともよかったね、ツイッターで言ってた人たち。ハートランドとかなんかもう入れなきゃいかないみたいな言い方してるやからもいましたけど、入れるよ入れない、行かへんみたいな。そう、そんなのになってたね。もうややこしいと言いましたね。ややこしいと言いましたね。お前の店かみたいな。ドラ入れた殺すを言ってたからね。あと僕ちょっと地ビール最近ハマってるので、その地ビールをポン、ね、生で置いて、あとはあの瓶のクラフトビール、いわゆる地ビールをたくさん用意しました。また7時ぐらいで開けようと思ってるんで、うおいまあ、ーモーニングから、そうそうそう。すごく高いエスプレッソマシン買ったので、うわぁエスプレッソを見に行きたい。うん、で、自慢しいですか。いや、みんな見ましょう。自慢しましょう。ブレンドをね、あの店用にコーヒー屋にずっと通って、で、この豆とこの豆とかでブレンド作ったんですよ。オリジナル、それすごい。ちょっとストロング気味の。だからぐらい肉だもん。これちょっとでも飲みに行ってほしいですね。うわー、コーヒー好きはかなり。そう、で、センスないわって言われてましてね。いやそこまで言うんだら、ちょっと苦いだけや。苦いだけや。一応ここ胸悪なるぐらいまでこう飲みまくって。なるほど。一応、ね、そこで講演した方は講演もできるよみたいな。演劇人に優しい建物があるから、これぐらいの何か灯台で、あと音響と入れて、本当だ、考えてみたら灯台だ。そうそうそう。一番最初はね、あの劇場中の白田さんが入れてくれたんですよ。ああ、言うたって自分があのやるために置いていきますから。あとその後あのエスペースの関川君とかがまた足しときますから。足しときますからって自分がやるときに足して、でもそのまま寄付しますよ。どんどん物が増えて。そうそう、あれもあるすごいよね。プロジェクターもあるでしょ。それおかしいかな。なんないと思う。ほんまにね、こんなバーはないですよ。実はユーストもいつも放映してるんで、そうなんですか。はい、ライブのアーカイブ見れます。まあ、知らないよね、多分。あ、先生酒屋も見れるの。あ、そうなんや。これ着席は何席ぐらいあるんですか。公演は何席だったかな。って言うて、一応ね、あの座れるのはこっち15人座れて、向こうに一応6人座れる。だスツールが、工場のスツールが結構いっぱいあるので、30人は座れます。あ、すごい。すごい。余裕がないのか。だからあのメイのキムさんが、トータルワルムと一緒にやった時はこう机をのけて、でスクールも置いて、で下に桟敷席も作って40人ぐらい。すごい40人。最近ここでマダン劇をしてもらったんですけども。へえ、すごい。しっかり芝居小屋で。僕の中でその時に一緒にキムタキムチ作ってましたから。一緒に。でまた料理美味しいね。もう何かにつけこだわってるんですよ。そうね、買い出しにね、あの一番多いって、こう今日は何かおすすめとかいうのをつぶやいてはるんですよね。今日はじゃあ何がおすすめ。今日ね、実は黒も行ってない。なんか無理みたいな。ほんまごめんなさい。はい、いかがでしたでしょうか。界隈、次回あのお三人は一体どこの界隈をグダブラするのやら。ではでは。